いやタイミングの外し方うまかったですけどね、はい、左からワンツーかイニエスタ、そこからクロスにヘディング来た、同点がしっかりボールを保持しながら何度もクロス供給してましたけど、やはり最後は本当にこのキックの質の高さですよね、まあ、あとはそれに対してフリーな状況で、まあ、背中を取った、まあ、牧野のマークの外し方は非常に見事でしたし、まあ、さすがですよね。